情があるからこそ犠牲が生まれ、憎しみが生まれ、痛みを知ることができる。お前が母さんを助けられなかったのは、お前に力がなかったからだ。たとえ勘違いだとしても、愛されているっていう実感が経験になる。誰かに優しくできるようになるんだ。人は自分が持っている感情しか表せないから。傷は耐えるものじゃない、痛みは訴えるものなんだよ。あなたが誰かに気持ちを伝えるとき、どうやって伝える？言葉。そうよね。言葉以外にも、私たちには気持ちを伝える手段がたくさんあるの。例えば、これ。絵も。そう。どんな国の人も嬉しい時は笑顔になる。悲しい時は悲しい顔をする。なんで人は人のために命を懸けたりするのかな。愛情は自分の身近にいる大切な人に尽くしてあげる、慈しみ、見守る心。愛情、人の心とは根塚か。本心とは裏腹に口を開き揺れ動くものです。ですが、元来人間の持つ裏の心は受け入れ合うことを望んでいるのです。人間は感情をなくすことはできない。誰かを大切に思うということは、その人を傷つける覚悟をするということで。どうして命は争うんですか？なぜ毎日戦いの訓練をするの？なぜこいつはこれほどに強い。じゃあなんでお前は命かけてんだ。私は大好きだから。強くなれば。誰と戦うの？さあ、戦うことより守るのです。違うの？目的の違いです。人は大切な何かを守りたいと思った時に本当に強くなれるものなんです。痛みを感じろ、痛みを考え、痛みを受け取れ、痛みを知れ。守るためにはたとえ相手がどうなったって、固く並べようがやっちゃいけねえことがあるんだ。守れば相手を殺すしかない。世界を変えられないんだな。お前が変われ。許さない。俺があいつを返してもらおうか。俺の息子な。俺が守る。大切な人たち傷つけさせねえ。でなけりゃ俺殺してでも、俺はお前を止めるぞ。お守りします。この命に代えても。これが誰かを守るために戦う人間と誰かを殺すために戦う人間の差だ。てめえは許せねえ。俺が殺す。貴様の無念はこの俺が晴らす。